ましょう。次は第26リーグ。このリーグのリーダーを務めますのはベッペル、トロイ選手。ベッペル選手は今回初出場でありながらリーグリーダーとなっています。私個人的にはこの試合、何かが起こる、そう思っているのです。それでは会場にいるベッペル選手を映しましょう。ガオウ。懐かしいなぁ、タクヤくんとかユーマくんも思い出すよ。あ、この草、カオルくんが教えてくれた草だ、懐かしいなぁ。気に入ってもらえて何よりです。あの子だけは勝ち上がってほしくないわね。せっか様、おかわいそうに。メリアちゃんと同じくらいのヤバい人を相手にするなんて。今私侮辱されました。さて、情報なしか、どんな戦い方をするのか見ものね。実力もメリアちゃん並みにヤバかったら大変ね。あら、同系統で例えるのやめてくれません。やっぱりすっごく癖が強い人。あそこまでこじらせてたら能力もこじらせてそうだなぁ。それでは第26リーグ、開始です。この後、私が言った通り、4日目に大会史上の異常が起きた。サイガくん、サイジくん、ユウトくん、レミヤくん、ユアくん、ユウイチロウくん、ナオくん、ナオスケくん、ナオトくん、ケイイチくん、ケイキくん、ケイゴくん、はじめくん、ハツキくん、ライゴくん、ワタルくん、ハルアキくん、アイトくん、マサヤくん、アチモリくん。見ててね、私頑張るから。なにこれ、嫌な気配。地味は綺麗だね。あやとくんが好きそうな顔つきと体つきしてる。妄想はさらさら的中。まさとくんからもらった痛みと同じだね。気配も感じさせずに背後に立つなんて。幽霊みたい。地味、ゆうくんに似てるね。ゆうくんってすごくいい人なんだ。やめてくれ。ゆうくんって誰だよ。俺ゆうって名前じゃねえよ。ご飯できたよ。こっち向いて、エイジくん。臭い、腐ってる。やめてくれ。俺はエイジじゃない。すっごく嫌な能力、多分このリーグに出た男性みんな女性恐怖症になるかも。それに何のための能力なの、あれじゃ誰も倒せないし、倒されないじゃない。見て、あなたが傷つけた腹、見て、あなたが愛した体、見て、あなたに好かれるように頑張った私を。来るなぁ。こうしてベッペルは誰かを攻撃するわけでもなく、選手全員の前に現れては愛にすがるように歩み寄っていた。そして、大会史上予選最長時間、1時間が経過した。どれだけ時間が経ったの？ふと気を緩めた時にいつも近くにベッペルがいる。気が気じゃない？いや、もしかして、本当にただ求められたいだけ。あのね、V 君のためにハンカチ作ってみたんだ。使ってくれると嬉しいな。もしかして、受け入れてもらいたいだけ？わかった、ありがとう。すっごく触り心地がいい。一生懸命作ったんだな。喜んでもらえて嬉しいよ。今度もまた作るね。ありがとう。素敵、私あなたのことが好きになっちゃった。ねえ、もっとあなたを教えて、もっとあなたを見せて、外側も内側も汚いところも、醜いところも全部全部全部。付き合いましょう。それ以外の人なんて邪魔だよ。もう君いらない。私とあの人の時間も邪魔しないで。ふざけんな。なんで俺の攻撃はくぐり抜けるのにお前の攻撃は当たるんだよ。最低、最悪、風悪、汚物、害悪、劣悪、不潔、嫌悪。私、あなた嫌い、なのに私をいじめる、蔑む、見下す、殺意が湧くよ。ただでさえ私とあの人の時間を奪っているというのに。死んでよ、山だから。わぁ。どうしたのでしょう。この1時間の硬直時間が嘘だったかのように一気に虐殺が始まりました。あれは、多分、依存操作、どんな形であれ、相手に自分を依存させることで威力を上げる能力ですね。しかも彼女、能力が2つありますね。もう1つは高度な現実操作を持ってますね。むしろそっちの方が厄介です。相手は触れないけど、自分からは触れることができる、かなり嫌な能力ね。一方的な愛をイメージするような能力だね。術者とぴったり。ねえ、次は何してほしい？もう邪魔な人はいないよ。ねえねえ、もっと私を知ってほしいな。ねえねえ、もっと私と一緒の時間を過ごそうよ。ダメだ、このままだと飲み込まれる。逃げないと。妄想、現実逃避。あのままあの場所にいたらまずかったかも。ねえねえ、なんで避けるの？ねえねえ、もっと私と一緒に話そうよ。もっと愛を育もうよ。やっぱりすぐに背後に。いや、ここまで求めてるってことはむしろ優しくすれば私の味方になるんじゃないかな。
ねえ、私あなたのことを信じるよ。だから心配しないで。え、じゃあ私を認めてくれるの？こんな私を認めてくれるの？うん、だから一緒にこのリーグ頑張ろうよ。ねえ、私は裏切らないよ。言ったね。じゃああなたに今後尽くすね。あなたは私のもので私はあなたのものだからこれからも一緒にいようよ。リン君もイツキ君も最初は同じこと言ってくれたけど、いつも最後には裏切られたけどあなたはきっと裏切らないよね。信じていいよね。私これからずっとあなたのために心も体も全部あなたに捧げるね。私の体今からあなたのためだけのものになるよ。どういう体が好き？私はね、あなたの求める何者にでもなるよ。だからこれからも私を求めてね。それでこれからは私だけを求めてね。私以外の人を求めたら裏切りとみなして私絶対に許さないから。ああ、嬉しいな。好き好き好き。やばいやばい、地雷踏んだ地雷踏んだ。どうしよう、これは握手じゃ。取り返しがつかない握手じゃ。じゃあここで私と一つになろうよ。私を求めてくれるなら拒まないよね。痛い。すべてはまだ、この流れに入っていくまでがすべて能力なんだ。それが一緒に行こう、永遠に。四季、春四季完全燃焼型四季。さて、満開作が。何？まだ私も山をするの？ずっとずっと私も山をしていたのは知ってたけど。当然、だってわけのわからない理由で一方的に殺される筋合いはこれっぽっちもないからね。まあ、メンヘラとかヤンデレをこじらせるのは自由だけど、個人的恋愛に他人を巻き込むのはちょっとデリカシーがなってないんじゃない？春式の開封、狂乱作が。知らないよ。あなたこそ私と新しい恋人の邪魔しないで。あなたこそデリカシーがないんじゃないの？このボロボロ猫。相手の幻惑の結界と私の満開桜の結界で互いの効果が中和されてる。これで一方的に攻撃される環境を取り除けた。だけどまだ足りない。私じゃおそらくデッセルさんに攻撃が届かない。単純な戦力負け。この子が重要になりそうだね。私も新しい恋人に連れないで。待って、勝手に連れて行かないで。何よ、俺、先に進めない。ありがとう、助けてくれて。確かロカちゃんのお姉さんだよね。ロカちゃんの友達なんだね。でも勘違いしちゃダメだよ。このリーグであなたを助けたのは私が勝つためだからね。勝てる見込みがあるんですか？うん、でもそれにはタイムリミットがある。私の能力で相殺しているあの、幻影の結界、それを抑えている間、その間しかチャンスがない。どうすれば？あの私の攻撃を止めるオーラ、あれはあなたの時は出ていなかった。つまり標的になっているあなたには無効。つまりあなたなら彼女を倒せる。つまり、一人を標的にする代わりに他全員を対象に守ることができる。それが彼女の能力ってことだね。そっか、なら私が戦えば。うん、上等と行こうよ。二人であの面倒な敵を倒して、それから混戦をかけて二人で戦おう。はい、わかりました。来るよ。許さない、許さない、絶対に許さない。汚い手で触れるメギツネなんか私が殺してやる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。